やったさらにここでしか見られない羽生結弦をたっぷりと。やっぱ自分は結果で出すことが自分の仕事だと思ってるので。すごい、お願いします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 。仲いいな2人。じゃあどうぞどうぞお座りください。はいはいはい、すいません、俺が先に座ってどうぞ。いや、もう何言ってんの。いいんですよ。いやいや、せーの、よいしょ。誰も傷つかない、座り方平等。平等の座り方、いつの。ようこそ神戸、はい、お越しくださいました。ありがとうございます。はい、本当にもう毎年毎年やっぱり生き生きしてる。いや、そうなのっていうのも、ゆずるがこういうちょっとノリのコーナーに出てくれるだけでも、うん、僕はもう本当にありがたいのよ。もう出た出た、 S 大事からのこの笑顔ね。そうそう、うん、まあこういう担当かなってなんか自分でもちょっと思い始めた。あの人もやっぱちょっと楽しみにしてる部分もあるんで、見たことのないゆずるをなるべく引き出してあげた。そうですよ。でもやっぱこの季節になったら、こう気持ちとしては、あ、ファンタジーのファンタジーの時期だって、こうワクワクしてきたりするもんですか。毎回ノブくんに会うたんびに、やっと来たってなっ てくれるんですよ。いや、僕、ね、もう本当に辛いとか。そうそう、いや、1年の中でこの季節が一番大好きなんですよ。1年の中でこの季節が、ね、片思い。あ、今気づきました。僕ずっと片思いなんですよ。でも最近ちょっと近づいてきてくれるかなって。でよかった、ね、よかったね。うん、てかもうゆずると一緒にこう喋ったりとかご飯食べたりするっていうのが、やっぱ試合の時は僕も会場にいるけど、そういうのできないじゃないですか。やっぱ集中してるし、ありがとうございます。こっちからやっぱりできひんから、ここぞとばかりに喋りかけてくるんですよ。羽生さんから見て小田さんのすごいところってどんなところですか。あの真面目なところと、あの本当に思ったんですけど、一回その何ですかね、アップの時にウォーミングアップしてる時にバーンってやったらすぐうーってやってくれるんですよ、真剣にやってても。それって集中切れないですかみたいな話をしたんですけど、そしたら慣れるよって言ってて、それが僕らには考えられないなと思いました。そう、関西人は全然慣れる、バーンっていう感じにちゃんとやってくれる、バンせーの、バン。違う、初めてやってくれた。違う、これそう、今までね、僕がバンってやると避けるとか、何するんですかみたいなんで、いつもそこで笑いを生んでたんですよ。俺はやらねえぞっていう、今日初めてやりました。これ皆さん貴重な映像ですよ。めちゃくちゃ後悔してるじゃないですか。羽生さん後悔してる。顔を見られたくないそうです。あ、見てる見てる見てる。あれ、マスカレードですか。あ、マスカレードですか。あ、本気で恥ずかしいです。いやでもさっきマスカレードの話ありましたけど、羽生さんとトシさんとのコラボ。違う、もうこれはちょっと2大カリスマのぶつかり合い、すごいのよ。もうカリスマのオーラとカリスマのオーラがぶつかって、正直会場がすごいことになってます。私、羽生さんの後ろにこうトシさんがこう重なった時に、なんかね、羽生さんからトシさんがね、プワってこう飛び立つような、なんかね、よく見てる、リンクしたような風に見えたの本当に、ね、で僕、あの手袋を投げて、あんなにギャーって言われるの日本で羽生結弦だけやと思った。手袋投げた後のギャーがもうすごいんですよ毎回。どうですか、本人としては滑ってて。本人としては、まあそういうレスポンスをいただけるのはすごいありがたいですし、トシさんが作ってるあの曲なんで、すごいトシさんに入り込んで入り込んでみたいなことはすごいやってます。だからその自分が滑ってる時にトシさんが見えるっていうのはすごい嬉しいなって思いますし、なんか最後まで本当出し尽くす、もうなんかトシさんの分まで全部出し尽くすみたいな勢いではやってますね。トシさんに入り込むっていう表現が憑依してるって感じですもん ね。なんかコラボっていう言葉じゃないね。一体合体って感じの、合体って合体そしてもう一つの演目、はい、クリスタルメモリーです、まあ、とりあえず衣装がすっごい綺麗なんですよ。綺麗 ね。照明が当たる時にその衣装がキラキラって光るんですけど、僕本当に後ろで見てて24歳の天使が前降りたなって感じに。
天使いた。天使いました。でもその天使感って、うん、やっぱり羽生さんしか出せない。だって片やマスカレード片や天使でしょ。この振り幅よっていうね、まあ、振り幅で売ってるんで、うん、振り幅スケーター振り幅スケーター。あ、そうなんだ。自身が語る令和の羽生結弦、もう一回進化してもう一回強いのを見せたいなっていう。でも今回も本当に豪華なスケーターの皆さん集まりましたね。本当になかなかこんなに東京オリンピックの金メダリストメダリストを含めてこんなに多いのってないですね。ない、うん、でもさ年々ファミリー感すごく強くなってきたよね。なんかファンタジーファミリーが年々やっぱりもうずっともう何年10年ファンタジー自体は10周年、10周年なのですごいそのファミリー感っていうのがアイスショーにいい形で出てるって感じするよね。10周年って考えてみたら僕 10年前14歳ですよ。すごい。その当時の写真がこちら。すでに王者の風格漂ってますよね。そして新たな時代を迎え羽生選手はどんな姿を見せてくれるのでしょうか。令和を前にしてやっぱり自分がすごく悔しい思いをしたっていうのもありましたし、やっぱり今強くなりたいっていう気持ちがものすごく強くあるので、まあこのアイスショーでも全力でトレーニングしつつ全力で演技して少しでもなんかちょっと強くなったなって、羽生結弦ちょっと進化したなってところをここで見せたい。そしてまたその見せた後にももう一回進化してもう一回強いのを見せたいなっていう、なんか貪欲な気持ちはあります。はい、もう本当にいつもそのモチベーションの源ってどこから湧いてくるの？あ、でも僕って人よりも多分サポートしてくださる方がすごく多いんですよ。だからそういう方々に対してやっぱり自分は結果で出すことが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、その役割使命みたいなものをちゃんと果たしたい。でもその人柄とやっぱ技術にも皆さん惚れ込んで、それだけ周りに人がね集まってくれてるわけですから。顔顔顔ありがたいです。なかなかないよこの顔見れるの、うん、羽生さんが普通にピースっていうね。ね、ピース、はい、パチリンコ。あ、パチリンコ。